ステップ7、複素数の表現です。そして、なぜこの複素数の表現を使いたいでしょうこれが、まあ、波動方程式については書きたいと思うんですが、なぜこれが便利になるでしょうまあ、まずは、もちろん、サインと交算の関数は、まあ、いろんなところには出てきてるんですけれども、ちょっと使おうと、 三角法が長くなってしまいますよね。そして複雑になるんですが。そしてこの共数を使おうと、まあ、エレガントな形になるんですが、えっと、計算はしやすくなります。そしてそれがまあきれいになると思うんですよね。この共数画がいろんいなろと,ところに使ってるんですが、まあ、古典力学とか光、光学ののは とかに使ってますし、量子力学にも使ってますし、量子工学とか、そしてエンジニアリングの工学にも使ってますよね。じゃあ、ちょっと説明しましょう。まずは、その Cartesian Coordinates、デカルト座標なんですが、直行座標ですよね。これが、まあ、よく使っている表現なんですが、例えばこれが、xz、e e x plus iy で、これが i イコールマイナス1のルートになりますね。そして、x が,が z の実数部分ですよね。それから、y がその z の共数,部分共数部分になりますね。そして、これがまあ、例えば2つの,の共数使いたい場合には、 足し算にすると、z1 plus z には、まあ、それが割と簡単には書けるんですが、それから、引き算にも書きやすいなんですが、掛け算と割り算は複雑になるんですね。で、け算にはこういうふうな表現になるんですが、そして割り算には、z2 分の z1 には、こういうちょっと長い表現になるんでしょう。 そして、これが、まあ、書くのはめんどくさいし、間違いしやすいので、これより、他の簡単な書き方があるんですね。これが、えっと、極座法なんですが、その極座法によると、例えば、こういう図で考えると、まあ、X と Y が,が普通の表現なんですが、X が実数部分で、Y が共数部分なんですが、 Z はこのところにあるでしょう。でももう一つの書き方によると、R と下には書けるんですね。それからこれが z イクル r かける e i 下になります。そしてこれが X="R イクル cos 下 ",Y="R イクル sin 下になります。これが R があの、 長さなんですけれども、それが振幅、絶対値なんですよね。それから、シータの分がこれが、まあ、位相になるんですね。あるいはアーギュメントと,と呼びます。これが e の i タ乗イコールコサインシータプラス i サインシータ e のマイナス i タ乗イコールコサインシータマイナス i イサインシータ 気をつけなければならないところが、このコーサイン二つともポジティブなんですが。この細分の部分だけはサインが変わりますね。そして、これがコーサインシータイコール二分の一の。イー、アイシータプラス、e、イマイナスアイシータなんですが。そして、サインシータイコール。イー、アイ分の一の。イー、アイシータ、マイナス、イー、マイナス、アイシータ上です。 そして、これがよく使う表現になります。さて、2つの、の、共通の、計算、基本の足し算とかやってみましょう。まずは、掛け算がわかりやすくなるんですね。z 1 z 2イコール r1r2 これがかけるんですね。r 1 r 2る e の i かける 1> 下1プラス下2乗になるんですね。簡単にはこのアングルが、がその位相が,が、えっと、足し算になるんですね。そして割り算もや分かりやすくなるんですが、Z2 分の Z1 なんですが、これが R2 分の r 1かける e の i 下1引く下2になります。 そして、これが、が、マイナスになりますね。これが、えっと、割り算になるんですね。そして、えっと、コンジュゲーションなんですけれども、これが、えっと、共約の文なんですが、えっと、z スターが x マ i ナス iy になるんですね。z スターイーコール re のマイナス i 下乗になります。で、今回にはマイナスをつけてるんですが、こっちには、それが、えっと、それが事情のところにはつけるようになります。 そして、z の,のリアルの部分、実数部分が2分の1の x プラス x スター。そして、その共通部分が 2i 分,分の1の x-x スターになります。そして、絶対値がその長さなんですが、これが r なんですが、これが √z Z star になります。そして、これが、これを使おうと波、波動方程式が書きやすくなるんですが、そうすると、さっきは ψ1,ψ2 はこういうふうに書いてたんですが、これが、まあ、c o s ンの部分と sin の部分なんですが、これが一つの関数ですが。そして、 共数の表現に使うと、ψ1xt イ,イコールこの表現の実数部分と、ψ2 イ,イコールこの表現の共数部分ですね。これが a が振幅なんですが、えっと、e の i る x t ω kx-ωt 乗になるんですね。で、この表現が、がえっと、簡単には、 その波の形を表現できるようになるでしょう。そして、もうちょっと一般的に言うと、ψxt イ,イコール Ae の i x k オメガ t 乗になるんですね。そして、波動方程式をまとめましょう。これが、こういうふうに書いてて、 そして、これが、さっきの作ってた表現なんですが、方程式なんですが、partial squared, psi, partial x squared, equal v 事乗分の1の partial squared, psi, partial t squared ですね。そして、これが、1回変微分にすると、もちろんそれが e なんと、e の何とか乗の1回の,の微分に,に,によると、ま,あ、まずは、 x の変微分にすると、とその k x マイナスオメガ t なんですが、それの変微分イコール k な,なので、前に出てくるのは ik になるんでしょう。これが,がと事情の部分の,の x によっての変微分だけな,なんですが、これが ik になって、そして残りの表現もそのままに使うでしょう。そして、これが1回の変微分なんですが、それはもう1回にしたいですね。 もう一回やってみると、同じことは行って、そして、この i k かける i k になりますから、これはマイナス k かける a e の i k x マイナスガ t 以上になるんですね。イコールマイナス k psi x t になります。そして、それが、 1によるねの変微分なんですが、時間によるの2回の変微分によると、その導出,を一緒導出が一緒になるんですが、今回にはマイナスオメガ二乗になるんですね。そして、ψ の2回の変微分イコールマイナスオメガ二乗かける最初の関数になります。そして、こういうふうにはかけるようになりますね。 マイナス K g 乗 p s xt イコールマイナスオメガ、えっと、V 次乗分のオメガ次乗 ψ xt には、こういうふうの方程式には、それが、まあ、波動方程式にはなるんですね。それが、えっと、条件をクリアしますので。これが、よく考えると、この V が磯の速度なんですが、 これが K 分のオメガになります。で、それはまあ逆の方向で計算しているんですが、この位相速度が重要になります。そしてこれが、共通表現を使って、これが波動方程式になりました。